えっとコロナ消毒業者って需要あると思いますかかなり需要あると思いますただ詐欺です <laughs> あの要はウイルスって、まあ、仮にウイルスを完全になくしたとしてもあの、まあ、すぐに流れてきて入ってくるのでそのウイルスが完全にない状態っていうのを作るには腰圧をかけるしかないんですよ いやその、えー、とずーっと風が出てくるような装置っていうのを作ると風がそこから出てくるのでその仮にウイルスがあってもずっとそこの,あの外にあの風で空気が出てくるのでその部屋の中だけはずっと空気があので押し出されてる状態なので安全だよねっていうのをあの病院の手術室とかっていうのはそういう形でその陽圧をそのあのあプラスの、えー、圧力えっ、ー、と圧力えっと 普通の空気よりもその、えっと、多くの空気を出すことで空気を押し出してその部屋の中にはそのウイルスとかがいないよね外から入ってこれないよねなぜならずっとその空気が押し出されている状態だからっていうのを作るっていうので無菌室っていうのを作るんですけどただ消毒ではいなくならないんですよいや消毒した後も空気がその溶圧じゃないとそのあの漂ってきてウイルスだったり細菌だったり入ってきちゃうのでなので消毒業者が完全に消毒することは不可能なんですけど ただここまでの話っていうのをわからない頭の悪い人というのが世の中にはいっぱいいるんですよ例えばあのさっきえっ、ー、とさっき最初の話したその次亜塩素材の要素さん名前忘れちゃったあの空間滅菌みたいなのができるこの殺菌薬をあのプシュプシュするとウイルスが死にますみたいなことを真に受けてそれを買っちゃって部屋中にばらまいちゃう人とかいるんですよねっていうのがいるのでその 需要は結構あって、騙してお金を取るっていうのはできると思うんですよ。で、1年ぐらい儲かると思うんですけど、ただそれがなんか社会的にどうなのかっていうと、まあでも騙しても儲けられて、その、要は、 金取った人も別に満足してるんだったらまああいいいんんじゃねねっていう考え方もあるんですよ、ね、その最近でいくとそのお弁コンビニのお弁当とかってなんか底上げしてあって開けてみたら実は底上げしてなんか中身少ないとかそのサンドイッチでなんか表向きになんかすごい肉詰まってるように見えるけど開けてみるとその表面のところだけで後ろ側はただパンしかなかったみたいなのが結構当たり前にもうコンビニとかで売られてるようになってしまったので。 アジアエントサンドリームですね、はい、なのでその嘘ついて騙しても儲かればいいじゃんっていうのもあるしで嘘ついて騙しても相手が騙されることを気づいてないんだったらそれでいいじゃんっていうのがもう日本の商売の多数派になっちゃってると思うんですよねだってその大手コンビニエンスストア業者って、まあ、多分誰でも一回は行ったことがあるコンビニだと思うんですよでもそこが客騙して儲けてもいいよねって思ってるわけで でそのコロナの消毒業者の場合ってその騙されてることを気づかないじゃないですかでもそのサンドイッチのその全面だけハムが入ってて裏側入ってないとか食ったやつみんな気づいてるんですよえこれおかしくねっていういやでもそのお客さんみんな騙してあ俺騙されたばって気づいてるにもかかわらずまだその大手コンビニ業者は何の問題なんも経営できているわけですよ日本でまあ一番多く店舗があるのかみたいなその形感じらしいんですけど なのでなんか情弱を騙して生きるというのは僕はあんまり良いことだとは思わないんですけど日本全体の総意としてはまあそれはありということになってしまうんじゃないかなと思うんですよね。